いすぎてつい写真に収めたくなってしまったぞ。いや、ビニール袋だな、あれ。忘れてるな、メガネ。お前全然泣かないね。にゃー。あ、泣いた。あ、こっちにも猫ちゃん。なでなで。小村くん、今ここに猫ちゃんいなかった？にゃん。探し物？うん、探してあげるよ。あれはアズマくん。なんかめっちゃモテるイケメンのアズマくん。これ。いつもありがとね、小室くん。え？いや、俺アズマね。何？なんで小室くんって思ったの？恥ずかしい。ミエさん、おはよう。お。小村くんの中で一生ものの思い出になった。小村くん、しりとりのりびっくり箱。小村くん。はい。うん、ついちゃった。負けた。いや、優勝だよ。みえさん、ちょっとこっち来て。はあ、ゴキブリ！どこ、小室くん、どこ？よかった、壊れてない。お願いします。キス待ち。いや、そんなはずは。それはそれでなんか。はあ、ありがとう。ほら、行くよ。あ、待ってよ。ミエさん、これは不動の女子人気を誇るイケてるメンズ。これは恋文。あ、これ、はあ、誤解と知れ、アズマくん。ねえねえ、何？どうしたの？小村くんのこと好きなの？って聞かれるならまだわかるんだけどね。だって私すごく小村くんに懐いちゃってるし、実際好きだし、小村くんのこと実際好きだし。どういう好きなんですか？これ、返事。私にお願いするよ、小村くん。え？いや、他の人の手紙をミエさんが届けてくれたみたいだったから。なんて書いてあったの？手紙届けてくれてありがとうって。そっか。小村楓です。次回予告をします。もう慌てたりしないぞ。というか、そんな幸福反動で次回までに何か大変な目にあったりしない？